どうも、このまるです。キータロです。このまるの最近の悩みなんですけど、最近カラー診断ってあるじゃないですか、世の中に。うん、キータロさん全くわからんよね。わからん。秋と春とかもよくわからんからね。いや、なんかその自分に合う、家で春に合うなんかリップいいのないですかっていう教えてくれそうだからありがとうございます、いつも。でもさ、皆さんこなまるさんの顔わからんよ。でもなんかさ、イエベ春ならなんかアウリップってあるんよ、色で。ああ、もうそっか、別に顔とか関係なく、そのなんか肌の感じとアウリップがあるってことね。そうそうそう、肌とか髪とか、そう、なんかね、ちょっと赤めのやつでいいのないかなみたいな。ああ、なるほど。なんかリップってほんと死ぬほどあるからさ、世の中に。いや、すごいよね。いや、なんかさ、全然知らないけど、確かにたまにさ、その元 AKB のメンバーとかがやってる YouTube はよく見るんだけど、うんうん、なんかメイクとかのやつ見るけど、え、リップすごみたいな。そう、ニャンニャンとかさ、アットコスメでさ、めちゃめちゃリップ買ってたでしょ。そう、爆買いしてたね。だから、そう、リップ死ぬほどあるからさ、どれがええんやろかみたいなね。そうね、そう、教えていただけたらね、ちょっと見るなみたいな。買いあさるなみたいな。ぜひぜひ、じゃあこちらまで。どこどこどこもないんよって指さしとるけど。じゃあ今日は BE:FIRST TV 特別編の後編について話していきます。今回の後編はさ、なんかみんなでインタビュー、社長が司会になってみんなにインタビューみたいなところと、あと BMSG フェスの、まあ、当日の裏側みたいなところもなんか見せてくれて、すごい面白かったよね。うん、そうだね。なんか前編に引き続き、後編はさらになんか曲とかもダイジェストでさ、なんか何曲か見せてくれたりとか、うんうん、なんかそれぞれ裏でさ、インタビューとかし合ったりとか、うんうんうん、そういうのとかもすごい面白かったね。ね、いや、なんかさ、なんかその内容的にはね、全部良かったんだけど、やっぱ一番ね、心に来たのはやっぱ後半の、いや、てか最後の、うん、なんかまたプレゼントありますって言ってさ、うん、出てきたんがダイヤのネックレスでさ、すげーってなったよね。いや、そうなん。え、なんかさ、しかもなんか箱とかもすごい箱だしさ、なんか開けたら光るなんか変身コンパクトみたいな。なるほど、すごいテンション上がるね。そう、幻の銀髄賞かなと思ったもん最初。箱は光んないよ、幻の銀髄賞の。あ、そっか。あ、そっか。銀髄賞が光るから、あれは。あ、そうだね。じゃ、細かい設定が。まあそうだね。テーブルにさ、バッてスタッフさんがさ、箱乗せた状態で持ってきて、で、みんなの名前が書いてあって、みたいな。うん。でさ、みんなさ、ボーイズってか、みんなはさ、最初、メンバーは、え、弁当みたいな。いやいやいや、弁当の姿収録しないでしょ、みたいな。無臭だからね。ベストじゃないから。うん、いや、すごいね。特注で作って、もうさ、15歳組がいるのにさ、ダイヤのネックレスってやばいね。やばそうだね、確かに。しかもさ、なんかまた良くない？なんていうの？ほんとさ、社長のプレゼントっていつもこう、なんだろう。本当に自分がそうしたいからしましたっていうスタンスなのが良くない？あー、確かにそうだね。なんか、うん。いや、本当に俺が渡したいから、みたいな。そうそうそう、うん、なんか俺がこんだけしてあげたんだからお前たちやるよみたいな感じじゃないのがさ、めっちゃいいじゃん。ああ、そうだね、うん、だからもっと頑張ってくれよとか、そういうことでもなく、そうそうそう、うんうんうん、BMSG はあなたを支えますってか、あ、じゃん、あなたを応援しますよっていう、なんか支えますよみたいな、うん、っていう意思表示と、あとこの同じものをつけてる仲間はいるよっていうものを込めて、気持ちを込めて渡してるっていうのがもうさ、また、レイちゃんが泣いとる。やばいよね。いや、わからん。レイちゃんがさ、もううってなっとる顔ですごいもらい泣きしそうになったもん。ねえ、うん。いや、てか、愛でしかないね。ねえ、なんか BMSG も3年目に入って、まあ、新人と呼ばれなくなってきたりとか、うん、新しいグループもできてくる上で、なんか新たな悩みとか、そういうフレーズに、そういうフェーズに入ってくるみたいな。うんうん、あ、そこでやっぱお揃いのものを身につけてる強さ、すごいね。え、すごいね。てかさ、そんな、なんて言うんだろう、え、そんなのもう一生ついてきますってなるよね。そうだね。いや、本当に感動するよね。いや、感動する。だって見てるだけでも感動するんだもん。そうだよね。キータロさん、絶対なくさないんだけどみたいなことですよね。そう、え、これ怖い、なくしたら怖いから俺つけられない、こんなの。
僕これ収集癖あってさ、あ、なんかさ、うん、物とかさ保存用とさ使う用で2個買っちゃうタイプだから、グッズとかすいません社長2個くださいみたいなメルカリに売らないってなるね。いや、じゃ売らないよ、売らないよそう、いや、こんなの大事すぎても怖い。なんかもうでもさ本当に気持ちめちゃくちゃ嬉しいし、絶対大切にするんだけど、もしもらったら、うん、もしもらったらなんか今後の社長のプレゼントがさどうなってくんかもう心配でしかなくない。確かに確かにどんどん高くなってない、なんかハードル半端ないよね。そう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 、なんてダイヤでしょ、ダイヤ以上あるね。いや、だからダイヤが大きくなるとか、まあ、あとはもう V が V アクセサリーのさ、なんかネックレスじゃなくてブレスレットとか、うんうんうん、なんだろう、もう分かんないよね。家そんなわけないでもそうだよね。いや、まあ、でもそんなね、物とかなんて言うんだろう、そんなことはね誰も気にしないと思うけど、何だって嬉しいと思うけどねそうだよね、うちらぐらいだよね。そうだよ、そんな考えのうちらぐらいだから。いや、でもすごいね。でもさ、もしさ、そのまた何かの節目の時に全員にさ、うん、なんかプレゼントしたりして、あれ、でも前回のダイヤのネックレスの方が豪華だったなみたいなないない、いや、もうさ、いないよそんな人、やめてよ。いないから、もうやめてそういう高さとかじゃないからねうん、そう、気持ちだからね。いや、でもすごいよね本当に。うん、いや、なんかちょっとすごいね。時計とかかなとはね。ああ、それまだ言ってた。そうだね時計、まあ時計は確かに、確かにありそう。本当に社長サプライズ好きなんだね。ああ、でもそれは思う本当にね。あとさ、このさ社長のこの感じめっちゃ雑と見なかった。あるね、トゥーザファストの後のパーカーさ、スタッフさんのごとく持ってきた感じのねタタタタタタってね、タタタタタって走ってねで、あとね、この番組のね、好きなシーンまだって、まあ裏側のとこなんだけど、本番当日のね、うん、なんかマナトがさ下向いてて、リュウちゃんがカメラでさ映しに来るみたいなとこあるじゃん。うん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 、リュウちゃんカメラ、リュウカムみたいなね。あ、そう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 。でマナトが下向いててさ、最初になんかちょっと歌ってるじゃん。うんうんうん、いいよね、ああいうさめっちゃ練習してるところすごくさ、なんかいいよね。わかる、そう、なんかライブ前のさ発声練習じゃないけど声出しみたいな、うんうん、まあつけはないのとことか歌ってたよね。そうだね、うん、好き好きね。でさ、そのインタビューになった時にさ、どういうところが楽しみですかみたいな、全部言い方いや、わかる、あのマナト君めっちゃいいね、なんかちょっとおどけたお茶目な感じの可愛さね。うん、うん、でその後リュウちゃんがリョウキにインタビューみたいなやつでさ、リョウキがもう俳優モードに入られてさ、まあ最初簡単だけどさ、すぐ噛んでなんか舌ベロってやってあちゃーみたいな、可愛かったよねでその後さ、すごいさ目が入った状態で目が入ってるって何そう、あの世界観に入り込んだ状態でインタビューに答えてて、うん、すごいキラーワードみたいな感じの雰囲気を醸し出しながら行って、マジな目して去ってったねそう、興味しあって、それがファンの皆さんに届いてみたいなそう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 。その後さ、しかもリュウちゃんがさ、ちょっとタイミング見計らって、はい、ありがとうございましたみたいな、 AD さんみたいな、なんかうん、うん、そのなんかごっこみたいな、可愛かったね2人ねえ、可愛かったてかさ、リュウちゃんがさ、やっぱそうやってさ、ありがとうございましたみたいな、なんかそういう業界人っぽい感じで、うん、リュウちゃん可愛いってなったよねちょっとさね、お疲れ様でしたみたいなね。そう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 リュウちゃんがちょっとスタッフさん役やってる感じもなんかね、いいよね。うんうん、そうそうそう、なんか業界の人はこういう動きをするんだって学んでんだろうなと思って、お疲れ様でしたぐらい言うよね普通普通に。でもなんかその時のリュウちゃんの格好がさ、なんか黒いタートルネックまではいかないんだけど、なんか首がちょっとさピタッとなってて、黒い服で、うんうん、その感じもちょっとなんかね似合っとったん。でも衣装じゃない、でもそれ衣装か、リュウキの衣装なんよこれ。あー、そっかそっか、じゃあ リュウちゃんもですか、インナーか衣装の。そうそうそう、ジャケット着る前のやつ。あー、そりゃ似合うわけだ。うん、そう、かわいいよね、結局何して、何やってもかわいい結果で、その後さ、ソータのインタビューみたいなやつで、そしたらなんかリュウちゃんが急に割って入ってきてさ、そうだね、で結構ソータはさいいこと言いそうだった、なんなら。うんうん、わかるわかる。そう、そしたらすごい割って入ってきて、なんかすごいこと言ってんのかなと思ったら、全然いいこと言ってないまま去ってってなんか
なんかあとキース・ヘリングの T シャツ着てて、私もたまたま今着てて嬉しいよね。なんか感じてた。偶然じゃんってなって。確かに可愛い、可愛いけど、やっぱりりゅうちゃんさ可愛いけど、なんか言い逃げしてってソータに薄ーとか言って途中から割り込んだ割に薄ーみたいなこと言われて、そのなんかもうソータりゅうちゃんも可愛いってなったよね。ねいやだからなんかそこでさ別に怒るわけでもないさ、もう仲いいから全然そういうのも許し合える、うん、なんかその自由な感じもさ、ほんといい関係出来上がってんだろうなみたいな。わかるわ、ね、あとソータのこのなんかちょっとラフな感じもやっぱいいね。わかる、なんかナイキのパーカーのなんか袖がちょっと短いバージョン、袖ないんかな、うんうんうん、なんかいいよねこのラフな感じ、かわいい。そう似合う、似合うね。で次ジュノンのさインタビューになるんだけどさ、なんかさこのインタビュー中さ前髪ちょっとピンで留めてるじゃん。あーそうだね、そうなんかちょっといいよね、なんていうのサンリオとかじゃないんかなみたいな。サンリオの前髪止めるやつは確かに可愛いけどもなんかあれだね、後つける感じなんかな、なんか結構立ち上がりみたいなとこで止めとるから、うん、ああなるほど。確かに眉優さあの、ま、すごいめちゃくちゃ前髪こだわりあった時ずっとそういう風になるように形つけてるみたいな感じだったもんね。そうちょっと俺はすぐ分かるけどさその例えでその後レオくんがさあの喉をさ潤すあの機械、加湿のや機械かな、当てながらインタビューしてくれたけど、やっぱこういう風にさやるんだね、このライブ前に喉を潤してみたいな。あーそうだね、確かになんかアーティストならではって感じだよね。ねえ、でもすごい効果あるんかねやっぱり。いやじゃない、やっぱなんかそうだよね、確かにアーティストなんかやってそうだよねよくね、うん、結構他のアーティストのそのブルーレイのさメイキングとかでもよく見るもん、うん、あーやっぱそっか、まあそうだよね、うん、喉だって絶対ね潤してないとね、うん、うん、でさそのレオくんインタビューでさなんかフロートとかでなんかお客さんの近くにも行けるんでみたいなこと言ってて、うんうん、なんかさどうやらさそのコメント欄でもいただいてたけど、トロッコかフロートかでなんか分かれるみたいな、トロッコ派かフロート派かフロート派か、あーなるほど、そう呼び方なんかレオくんはフロート派なんだね。あーなるほどね。えカートって人もいないの、うん、カートもいたっけ、なんかいたような気がしなかったっけ、だから今3つぐらいあるんかなみたいな。あーあーじゃあ3つあるんだ、すごいねどれでも大丈夫だよねどれでも大丈夫だね、うん、あとこのリオくんなんかさいいよね、なんかなんて言うんだろう、水飲んでんのかなみたいなワンちゃんワンちゃんの水分補給みたいな感じで可愛いよね可愛いけども確かにワンちゃんリオくんなんかさあのゲージにさこう上からペットボトルが逆さまになったような状態で、そっからなんだろう水滴みたいな垂れるようにちょっとさそこに口をさペロペロしたら水出てくるみたいなやつあるじゃんあるねそれみたいに見えて、こんちょっとよく見て遠目でこうやってなんか薄めで見たら、この加湿の加湿のやつ当てとるレオくんがね、そうそうそう、なんかこのちょうど先端がさほらペロペロするあれみたいな感じじゃん、ゲージについてる水飲むやつにねそうそうそう、でもさゲージに入ってペロペロ飲むやつって大体結構ちっちゃめのワンちゃんじゃない、割とそうなんかな、分からんけど、もう大きいワンちゃんでゲージに入ってるワンちゃんもいるとは思うけど、ちょっとでも何の話をしてるあと後ろにいる龍騎はちょっと若干気になるっていうね何してるかなみたいな、あー分かる、なんかそう見切れるさ他のメンバーとか見ちゃうよね、うん、なんかさこう振ってたりするから、なんだろう、コーヒー飲んだりとかするんだから、なんかあーなるほど、いや違うか、なんかポーチらしきものからなんか漁ってるもんね、あ本当だね、なんだろうね、漢方とかさスティックタイプのさ料理の先生がほら漢方とか飲まれるから多分、あーなるほどね、それも確かに喉に良さそうだもんね、あとスティックタイプのほら喉潤すやつとかあるからねえわかるわけないよねうちらが絶対わからんよね。であとさその後さ観客お客さんが入った状態でもうすぐみたいな雰囲気になると思うんだけどさ、うん、なんか後ろでさジュノンがこの観客お客さんの状態を見てるじゃん、あーチラ見してたよね、そうこうやってさ見えたりするんだみたいな、そうなんかさ見られてるんだ開演前のファンの姿をみたいなねえ気抜けんね、そうそうな、うかうかしてられないのよやばいね。あと最初さ BE:FIRST がこうステージに出ていくところ見れるけど、うん、いいよね、裏側から映してくれることに意味があるからさやっぱり、うん、いやわかるわかる、そうなんかちょっと一気にテンション上げてパパパって走っていく感じね、いいねこういう感じなんだみたいな、そうわかる、
出てく瞬間って結構さ、こっちもドキドキするよね、なんか見られると。なんかあのさ、 TikTok とかでもさ、あの見せてくれたりしてたじゃん、フェスの時の。うん、いいよね、これ入ってく感じのやつね。うん、ほんとそう。でフェスが始まってからの途中の感想みたいなインタビューもあるじゃん。マナトが意外と顔見えるって言ってて、うんうん、聞き捨てならなくない別にいいじゃん、見えていや、なんかそんなつもりないじゃんこちらは。いや見えてるかもしれないけど、うん、そんな言うほどみたいなとこあるじゃん。うんうんうん。いや違うか、キータラさんは絶対僕のこと見たっていうようなタイプか。そうだねそうだね。ちょっとやめてよ、勝手に勝手に納得せんでよいやでもほらやっぱまださ、フェスだから野外だし、昼間っていうかさ、早い時間帯は見やすいと思うよ。まあそうだよね、普通に明るいもんね。うん、明るいから。そうだからテンションが上がるって言ってくれてて、うん、ね、嬉しいよね。いやまあ言ってないんだけどさ嬉しいよね嬉しい嬉しい。やっぱりこっちとしてもさ、なんか目があったとかさ、ほらやっぱりファンサとかさあるから、うん、うん、やっぱ見えてくれてた方がこっちとしても嬉しい。俺はそういうタイプでも、うん、あそっか、見てほしいもんね、うん、この丸さんはさ見なくていいっていうタイプだよね本当大丈夫あとそのインタビュー答えてる後ろのさ、リュウちゃんなんかおでこ冷やしててちょっとね休憩してるんだなって、頑張れって思ったよねちょっとだからさ、ささやきボイスになるから、リュウちゃんのことになると本当だマジだったわかるけども。あと裏側でねすごい好きだったんが、本当全部終わった後、ニューチャプターが終わってステージから降りてくる後のさ、タオル受け取るシーンあるやん。あー、みんながサイドに来るときね。そうそうそう、あそこなんかいいよねいい、なんかさそれぞれさ、なんかいいよね、なんかこの人はこういう風に受け取るんだとかさ。そうなんかカメラも回っててカメラにちょっとアピールしたりとかさ、みんなね、うんうんうん、うん、そう、みんなが思い思いの感じでやってるのがねすごい見れて嬉しかった。やっぱあとはね、そう、だからほんとこのベルベットのさ、このコードが熱そうって、もう頑張ったねっていう気持ちでしかないんよ。しっかり夏にあのふわふわのコートねめっちゃ熱そうだったからさ、やっぱりあの、そうだよね、うん、まあ、それを感じさせない素晴らしいパフォーマンスだったしさ、でも髪の毛もさ、ほら滴ってたからさ。そうだね、やっぱ汗はかくよね。でもね、その滴る系で言ったらね、やっぱシュンともね滴ってたよ、かなり滴ってたね、ただ滴ってたねなんかやっぱあの人はちょっとただならぬなんか色気みたいなのあるよね。あー、わかるわかる、そうだね、なんかセクシーっていうか、うんうん、うん、まあでもね、キータロさんの圧がすごかったのはやっぱリュウちゃんのリュウちゃんのところなんですよ。いやだってリュウちゃん履けてきた時のさ、なんかあのお姿、若君のあ、そうだね、リュウちゃんではなかったね、申し訳ございません若君。カメラに一瞬パッて、あ、ちょっと反応した後にタオルサッと受け取って、なんかパッパッパッて拭くやつずっとうなずいとるん、キータロさんは今そう、やばかったあのお姿、うん、なんか本当に佇まいはやばいね、うん、あの若だったね、若。そう、ライブ終わったんであんな背筋伸びとるんぜ。いやそうだね、そう言われたらそうだね。そう、もうなんか、うわー終わったーみたいな感じでもいい、ってかそれが普通だから、それでいいのに、なんかスタ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 、あ、どうもみたいなあ、手で口押さえんで、ね、そう、かっこよってなったんで。いやでも確かに、うん、うん、あのスター感すごかったよねいやみんなすごいんだけど、うん、うん、いやちょっとね、ちょっとすごいって思いましたで最後にみんなでね集合写真撮って、もう社長も本当に感動してた感じだったね、インタビュー、その後の、もう終わった後のインタビューあったけど。そうだね、なんかまあ今やってるようなことが、今回のこういったことが間違ってないっていうのが、このねフェスで社長自身が感じて、もう本当に幸せそうじゃん。いやそうだね、本当になんか伝わってくるよね。ね、ちょっと興奮してる状態だし、よりね、よかったね。いやそれよかったもん、だって見てるこちらもすごいよかった。だって配信組がめっちゃ感動してるってマジのやつだもんね。いやそうだって、配信でも十分伝わってくるから、もう本当に素晴らしいライブだったんだなって伝わってくるよね。で以上でね、今回は BE:FIRST TV 特別編の後編について話してたけど、やばかったね、また内容盛りだくさんで危なかったね、うちらも何が危なかったんか分からんけどそう、なんか別の角度でね、なんかこういう裏側とかも見れて、今ちょうどさ、他のとこでは BMSG のフェスのさ動画も我々感想撮ってってるけど、うん、うん、裏側裏側でまた面白くて、あ、こういうことだったんだとかさ、うん、うん、なんか いいね、いろいろ見れて、いろんな角度で。そうだね、あとやっぱネックレスプレゼントもすごかったしね。
いやそれはめっちゃすごかったまあだからさ、次の BMSG の活動が楽しみだよね。そうだね。